より小さい私の幸せな結婚、政略結婚から始まる恋目黒蓮×今田美桜の純愛ストーリーがワウワウで。人気グループ、スノーマンの目黒蓮さんが主演し、2023年3月17日に公開された映画、私の幸せな結婚、塚原あゆ子監督が、1月20日午後8時からワウワウシネマで放送される。ヒロイン役は今田美桜さんで、架空の日本を舞台に、心を閉ざしたエリート軍人と家族に虐げられた少女の政略結婚から始まる恋を描く。映画は、小説投稿サイト、小説家になろうに掲載された楽器、アギトギ、アクミさんの同名小説が原作の純愛ストーリー。渡辺圭介さん、大西流星さん、前田大志郎さん、高石あかりさん、山本未来さん、山口さやかさん、石橋蓮司さんも出演している。文明開化も目覚ましい近代の日本。特殊な能力、異能を受け継ぐ家系の者たちが、国を治める帝、帝、と共に代々、災いから人々を守り続けていた、異能の家系の長女、美桜、今田さんは能力を持っていなかったことでママ母の家の子、山口さん、刃舞の家や、高石さん、から虐げられる。